皆さんこんにちは東中野教会の牧師の浦上みちるです今日も明日の礼拝に備えた手術礼拝の牧草を共に始めていきましょうこの手術礼拝の牧草では明日の日曜日の意味や聖書のわかりやすいお話をいたしますどうぞ気軽にご参加くださいえでは最初に共に明日の聖書箇所につながる賛美歌を一曲歌いましょう 三美歌21をお持ちの方は三美歌21を明日の主法をお持ちの方は主法をご準備ください三美歌21の497番この世の務めの一節と三節を共に歌いましょう 明日は聖霊降臨節第16主日オーディナリータイム年間の第25主日となりますえ今日もルカによる福音書を見ていきますえ今日の箇所もイエス様と共に神の国を見つめながらそれとともに今私たちが生きているこの地上での私たちの歩みを人生をどのように生きるのかということが 問われているそのような箇所となっていますそれでは共に聖書を開きましょう聖書の朗読はルカによる福音書16章1節から13節までです新約聖書の140ページとなります ルカによって記された主イエス・キリストの福音、主に栄光。イエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口をするものがあった。そこで主人は彼を呼びつけていった。 お前について聞いていることがあるがどうなのか。会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人は考えた。どうしようか。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし、物乞いをするのも恥ずかしい。そうだ、こうしよう。 管理の仕事を辞めさせられても自分の自分を家に迎えてくれるようなものたちを作ればいいのだそこで管理人は主人に借りのあるものを一人一人呼んでまず最初の人に私の主人にいくら借りがあるのかと言った油100バトスと言うと管理人は言ったこれがあなたの証文だ急いで腰をかけて 五十バトスと書き直しなさい。また別の人には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦百コロスと言うと管理人は言った。これがあなたの証文だ。八十コロスと書き直しなさい。主人は、この不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。 この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで私は言っておくが不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば金がなくなった時あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは 大きなことにも不忠実である。だから不正にまみれた富について忠実でなければ誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうかまた他人のものについて忠実でなければ誰があなた方のものを与えてくれるだろうかどんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。 一方を憎んで他方を愛するか一方に親しんで他方を軽んじろうかどちらかであるあなた方は神と富とに仕えることはできない我らの主イエス・キリストの福音キリストに賛美では今日も この聖書の箇所につながる絵画を一つご紹介します。はい、こちらです。この絵画は、17世紀のオランダの画家、レンブラント・ファン・レインが描いた百人隊長コーネリアス、まあ不忠実なしもべという別のタイトルもつけられています。そのような絵画となります。はい、見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。 光の魔術師とも呼ばれるレンブラントが描いた傑作の一つです、えー、左、えー、手前ですね左に立っているのが今日の福音書に記されている不忠実なしもべですそして右の方にいる人々が負債を抱えている人々となりますあの本当にこの光と影の陰影が巧みなそんな絵画となっています テーブルのの上には不の金額がが書かかか。れれた証文が置かれているんでしょうかこの一見不穏な取引まあ闇取引のようなそんな場面を描いたような絵画なんですがこの描かれている人たちの表情がとても柔らかいんですね。そしてまた不忠実なしもべの顔もどちらかといえばなんか悪だくみをしているというよりも 慈愛に満ちているように見えるためになんだか不思議な感じのするそんな絵画ともなっていますそれでは今日の箇所を見ていきましょう今日の箇所にはこのイエス様の言葉をそのまま受け入れていいのかと悩むようなそのようなことが記されています不正にまみれたお金で 友達を作りなさいと言うんですよく聖書の言葉を倫理やあるいは社会的な規範歴史の書という形でとして読む方がいらっしゃいますがそのような方々が読んでいてつまずくのがここの箇所でありまた本当に愛を持って神様の言葉は絶対なんだと思いながら本当信仰熱心な方が読んでいてつまずくのもここの箇所です。 この箇所はこのあまり説明を細かく読んで脇道にそれるよりもこの例え話が示している教えに焦点を当てて考えることが大切です。イエス様は私たちはみんな神様からこの地上に命を与えられ生かされている存在であると語られました。 そして今日の箇所にはその与えられている恵みをどのように用いるのかということが語られているんです。イエス様が私たちに伝えられた不正な管理人のこの抜け目のないやり方とはもっとお金を増やして自分のものにしなさいとか、まあ、裏金を作って この主人から解雇された後もその金を持って逃げるとかそのようなことを言っているわけではありませんこの不正な管理人が大切にしているのはその富を自分のためにする自分のものにするということではなくてその富を用いて大切な友人また人と人とのつながりをつくっていくというものでした。 この世の富とは人を惑わす力を持っています私たちはその力に簡単に屈してしまい人生を踏み誤ってしまいます改めて私たちは今日のこの例え話を聞きながら私たちの富、まあ、財産の目的とは一体何なのかということが問われています神様から預かっている 私たちの命もまた私たちの財産も富も手に持っていくことはできませんだからこそこの世にあって有意義に用いるすべてを考えていきたいと思いますその点から言えば今日の箇所はこの不正な管理人の例え話は少し前に共に見てきたこの大きな蔵を建てた 金持ちの姿と、このいをなす、そのような例え話となっています。ともに血を,を絞りながら、私たちが与えられているこの富の用い方を考えて、また実行しながら、歩んでいきましょう。では、ともに主の祈りを祈って、この会を終わりましょう。主のの祈り天に増します我らの父よ 願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、あメン。 皆様の上に神様の豊かな祝福を求めて祈ります父とこと聖霊の祝福があなた方一同の上に豊かにありますようにアーメンこれで手術礼拝の目送をありますではまた明日の礼拝でお会いしましょう